安倍晋之助選手、本当にお疲れ様でした。はい、どうも、メンタスコーラとナダルでございます。本日もね、DeNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それではね、皆様よろしくお願いいたします。冒頭でもね、述べたように安倍晋之助選手ね、本当にお疲れ様でした。今日のね、巨人とのゲームは6対4ということで負けてしまったんですけども、まあ、あくまでね、紹介試合ですし、見どころもね、たくさんね、あったゲームだったので良かったかなというのは思います。まあ、久しぶりにね、勝ち負けを気にすることなく、まあ、純粋にね、野球をね、楽しむことができたので、本当にね、素晴らしいゲームだったんじゃないかな、というのは思っております。で、今日のゲームを見てね、阿部選手ね、もうさすがにキャッチャーはね、もう厳しいんじゃないかな、という感じだったんですけども、まあ、あれがね、引退する人がね、放つね、打球、そして飛距離ですか。いやー、すごいですよね。まさにね、レジェンドのね、引退試合をもう生でね、見ることができて、もう私はね、非常にね、感動しております。本当にね、お疲れ様でした。CS はね、3位がどこに来るかっていうのは分からないんですけども、まあ、その CS のね、勝ち抜くことができたら、まだね、巨人とね、試合をして、まあ、阿部選手ともね、また対戦することがあるかなというのは思いますので、そこでね、今日ホームランを打たれたんですけども、もうぜひね、絶対ね、リベンジをしてやり返しましょう。はい、ということでね、いつも通りね、打線や投手リレーの方を見ていこうかなと思います。まずは打線の方から見ていきましょう。こんな感じになっております。そうですね、まあ今日はね、もう半分はもう、わたがってのね、お試しみたいな感じの打線を組んできましたね。1番の上里選手が3打数の1安打、2番のね、外選手が2打数の1安打、1ホーマー2打点ということで、43号ね、ツーランホームランを打ってくれて、もうこれでね、打点王とホームラン王は確定かなというのは思っております。でね、佐野選手と細川選手ね、非常に期待していたんですけどね、4打数の0安打ということで、ちょっとね、細川選手に限っては4三振ということで、ちょっと調子悪かったですね。で、ロペス選手が4打数の1安打、1ホーマーということで、素晴らしかったです。で、戸柱選手も3打数の0安打、伊藤幸也選手がね、4打数の3安打ということで、猛打賞ね、ということでね、素晴らしいね、アピールをね、してくれたかな、というのは思います。今日本当野手の中ではね、素晴らしいね、本当に伊藤幸也選手とね、アピールをしてくれました。で、柴田選手が2打数の1安打、桜井選手が1打数の0安打ということでした。はい、続きまして、代打守備交代を見ていきましょう。こんな感じはなっております。中川選手の代打でね、梶谷選手が1打数の0安打、上田谷選手の代打で宮崎選手が0打数の0安打、フォアボールを選んでくれました。柴田選手の代打で大和選手が1打数の0安打、上田選手の代打で桑原選手が出てきまして1打数の0安打ということでした。守備交代は外選手の代わり中井選手がセカンド、戸柱選手の代わり山本選手がキャッチャーに入りました。はい、最後にね、投手リレーの方を見ていきたいなと思います。こんな感じになっております。今日先発しましたね、桜井選手がね、2回を投げて無失点ということで、もう非常にね、素晴らしい結果を残してくれました。今日ピッチャーで一番アピールをすることができた選手は、桜井選手と言ってもいいんじゃないかなというのは思います。野手はね、もちろんね、伊藤幸也選手ですね。中川選手がね、1回はね、もうパーフェクトといった形で抑えたんですけども、まあ2回は同じで2失点ということで、坂本選手とね、阿部選手にホームランを打たれてしまって、まあまだまだね、やっぱりコントロールという点では良くないですので、もう今年ね、きっちりね、もうキャンプやってね、来年はね、ぜひね、プロ初勝利の方をね、してほしいですね。浜谷選手がね、0.2 回を投げて3失点、進藤選手が0.1回を投げて1失点ということで、この2人ね、ちょっとアピールすることができませんでしたね。石田選手がね、1回を投げて無失点、平選手が1回を投げて無失点、上茶谷選手が1回を投げて無失点ということで、もう豪華なね、リレーということになりましたよね。もう全員ね、もう先発ですからね。まあ、野手陣はね、今日ね、あまりでアピールすることができなかった選手も多かったんですけども、まあ、最終回にね、もう第2が出としていた、まあ、田口選手をね、ちょっと攻略することができましたので、そこは CS にね、無理でね、いい点だったんじゃないかなというのは思います。本当に今日はね、消化試合だったんですけども、純粋にね、楽しむことができて、素晴らしいゲームでした。最後にね、本当に阿部晋之助選手ね、お疲れ様でした。はい、今日はこんな感じで終わっていこうかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それでは、お疲れ様でした。それでは、バイバイ。Going 外、立ち回る外、君は嵐のカリビアン、見せつけてやれ、パワフルスイング、外、外、外、レッツゴー!